西武が勝ちますと2年ぶりチームライオンズには残された回は7回8回9回の3イニングです。石毛が打った、左中間の真ん中だ。さあ石毛一塁キャンパスを回るかどうか。レッドの大垣さんだ。石毛が右向かっている。ここは帰ってこない。点取れ映りましたね。高尾星と並んで見ています。さあ伊藤です。森監督は今シーズンの西武優勝の要因いくつか挙げてくれたんですけれども、脇役の活躍というのを3番目に挙げてくれました。その中の一人伊藤。こういう大きな舞台ではまず欲しい、そして1点リードを守る気持ちを強くピッチャーに任せた方がいいと思う。ただ送りバントはもったいないですから、はい、そうですね。もういかに走者を進めることができるか、この伊藤のバッティングですね。右方向に持っていってスライダー、島田誠の先頭、石井は三塁を回った。伊藤が優位ストップ1点差、4対3で、そうですね。ここ送りバントありますね。ピッチャー使う、三塁破り、キャッチャーの若菜がマウンドに行き、高橋和美ピッチングコーチがマウンドに行きました。若菜が言っていたことは、5回までは1点ぐらいには今日は酒井は抑えられると思いますよ。ただ問題なのはこういうビッグゲームは初めてなんで、精神的なスタミナがどこまで持つかなんですよねと、こう小林さん若菜が言っていた。1点になりました。ワンアウトランナー3塁、バッターボックスは杉です。スクイズの構え、左手の手首は痛いんです。バッターボックスの辻、外野フライをしたい辻。あまりにもハマりすぎてるからスクイズないんじゃないか。とにかく守りにくいですよね。それが一球にあんな形されたら、長年培ってきた辻は何やらかすか分かんないという、かなり格乱にはなりましたね。はい、セーフティースクイズの構えと1球目の時にはありました。バントは本質的にはあまりうまくないらしいんですけども、ね、セーフティーバントはうまいんですがね。さあワンツー、まして仲のいい伊藤があれだけうまいバッティングでつないだわけですから。さあツーツー、少年の面影は十二分に残されております。酒井のクローザー、島田のタイムリーヒットで、その辻選手のタイムリー同点になった後ですね、一塁側のライオンズベンチで例のはい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 という手拍子、掛け声の手拍子ありますよね、あれが実に久々に行われたんですよね、はい、このところまあそういうムードじゃなかったというのもあるんでしょうけれども、大塚選手の温度でね、久々にあの手拍子と掛け声が聞こえましたね、はい、ベンチのムード変わったなという感じです。あ、そうですか、はい、それは先ほどテレビのカメラもはっきりと捉えておりましたので、声はどうかなと思ったんですけども、映像ではご覧いただいたと思います。西毛と清原が並んで観戦しています。バッターは平野、今は左バッターのスランダー3塁走った。さあどうだ、日本シリーズで対戦するジャイアンツの比較で一番差があるのは走塁だということをよく言われますが、いりますよこのケースで走るのは。でしょう、これヘッドコーチが言っていることはね、同点の場面の終盤で盗塁できるかどうか、はい、それが本当にそのランナーの価値を決めるんだということを言ったことがあったんだ ね、確かに一番隙が生まれやすい場面ではあるんですけどもね、それをやりきってしまうこと、これはすごいですね。あとスクイズが決まっていればまさに西武ライオンズ絵に描いたような西武らしい逆転劇ということになるわけだったんですが、そうですね、なりました。先ほどの
三塁盗塁成功も水の泡に消えました。スイングアウトの三振です。